行くぞ。行くぞ。地図上から軍玉閣の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。探そうぜ。じゃなきゃあのカンウが軍玉閣まで案内してくれてるはずだもんな。よし、お前の言う通りに。まずは、あ、待った、下を見ろ。もう奇襲機の近くまで来てたんだな。そうだ、うん、いいアイディアを思いついたぞ。奇襲機でお前を上に飛ばそうか。安全面を忘れてただけだぞ。あ、そうだった。確かにそれは使える。さあ、奇襲機で上に行く道がないか探そうぜ。
止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。いや、また。まさか玉子をわざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。イエッ、シレッ、えっ、無駄だ。はっ、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 シレッ、へっ、逃がさね。へっ、ひゃっ、はっ、一時しれ、くだらない。逃がさね。社長の部長、うん、しれ、ひゃっ、はっ、へっ、いや、邪魔して、はっ、ひゃっ。それ、料理の時間だよ。話が通じないなら叩くまででしょ。へっ、シレ。くだらない、逃がさない。シレ、くだらない、やっ、くらえ、逃がさない。一時撤退。やめなさい。何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。だ、誰が不審者だ。ん、軍玉閣、君たち何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは？奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。ん？私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほー、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、全く思いつかなかった。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて七世にとっては不思議な話よ。ひひん、それはな。あ、そうだ、ユーヘン様は天柱園様がオイラたちを招待した理由を知ってるか。国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に仙人の味方にならずにね。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。うえ、君たちは凡人、彼らの守る対象だから。彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。
でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエジンは初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと。彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の仙人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの？うわぁ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユエの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。メリット？でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユエの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海艇で案内人を探せばね。それからではまた会いましょう、旅人。うん、あの幽変は仙人を敬わないけど、あっさりした人だな。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ピキーンって感じでやればいいんだ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞ。
あの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないか。行くぞ。逃がさぬ。助けてくれてありがとう。あの砲塔団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。分かってる。ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか砲塔団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董。待った！あるものを探してるんだ。おや？どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ。骨董業者たるもの、箱は必需品だろ。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった。アイシングスライムの箱はこれで解決だな。品切れ中だが、珍しいものもあるよ。こんにちは。ここに来れば綺麗な箱をもらえるってモータンに言われたんだけど。ええ、彼から聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか。借りられるものがあったら借りたいんだけど。ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた。唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに積み立ての花があるわ。一緒にどうかしら。やったー、完璧だー。よし、オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。行くぞ。
行くぞ。行くぞ。言われた通りだと確か。こんにちは。月は売ってる？はい。数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員私たちの部下よ。ブイブイ。奇襲機のところで。そうよね。ずっと上で見てたのか？こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある。関心を持つのも当然よ。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく俗世の七神聖も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れる。けれど帝君のことは忘れないわ。
その時リーユへの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーユへ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵はとうにリーユエコーにいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？なぞなぞでもしてるのか？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ二人とも中へどうぞ。楽にして、我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。ん？これが伝説のあの壁か？あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。あなたは特別。あなたも理解してるでしょ。できれば信頼してほしいの。もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国政を選ぶわよね。それくらいわかってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど、仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなる？と彼女が言った後、私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ、さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。
私もリーウェの天中園として本気で抵抗しないと。操船儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか。勝利の言った通りだな。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな。いいわ、素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。そのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー、待ってたぞ。オイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それがまるまる1ページだったら、想像できないほどの大金だ。選ぼう、一番大きいやつだ。ん？選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ？ん？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それかお金になるチャンス？どれどれ？金器、滅脚、何なんだ？ファデュイ、研究、コピー、あ？お宝じゃないみたいだな。ファデュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。もうファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも近畿滅却の札の研究も悪いことなのか？そういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな。調べてみるか。え、そうなのか。じゃあやめた方がいい？ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってファデュイに探りを入れてみるか。Thank you.